鎌倉武将紀行、和田義盛公。義盛公の、まあ、菩提寺ではないんですが、ここは横浜市旭区のみおれんじさん。ここにあの供養塔があったっていうのはつい最近知ったんですけど、ちょっと来たことなかったですね。まあ、義盛の塔って書いてありますんで、まあ、完全に供養塔だと思うんですが、三浦家の家紋が入ってますよね。まあ、こんなところにあったと、まあ、ちょっと珍しいんで撮影させていただきます。みおれんじさんは、まあ、通り沿いの大きいお寺なんですぐ分かると思います。入り口に駐車場もありますし、菩提、お弔うですね、左にあの蚊にかかってて見ることはできないんですが、 あれが何か意味あるところだと思いますね。まあ、墓碑としては割と古い感じもしますし、前からあったんでしょうかね。まあ、あの近くにあの牧ヶ原というね、まあ、北条軍と、まあ、これはあの畠山義忠の戦いですけど、まあ、その後に和田合戦ということになりますから、まあ、直接は関係ないと思いますけどもね。はい、義盛公の、供養塔、妙蓮寺さんでした。